アントニー・シェリッチは、オーストラリア・シドニー出身の元クロアチア、代表サッカー選手。現役時代のポジションは、ディフェンダー。クロアチア人の家族の下で、オーストラリアに生まれたシェリッチは、ユース時代に、奨学金を受けてオーストラリア国立スポーツ、研究所のサッカー部門で過ごしていたが、自身のルーツであるクロアチアへ渡り、競合ドゥクスプリトで、プロキャリアを開始した。 イタリア1999年に、イタリア一部のパルマ FC と契約するも、外国人枠が原因で試合に出場することができない状態だったため、すぐさまエラスベローナ FC へ期限付き移籍し、同僚のアダイウトンも共同保有で加入した。2000年に期限付きの期間が延長され、2000から01シーズンにクォータ制が一旦廃止されてもパルマに呼び戻される。 ことはなく、2001年6月に、同僚のマルティン・ラウルセンがパルマに保有権すべて買い取られていったが、シェリッチは保有権の半分が、エラスベローナに売却されたその後、同僚の FW ・アルベルト・ジラルデイノもパルマに保有権が買われ、エラスベローナに期限付き遺跡の形で復帰した。2002年に、クラブが2部に降格すると、ジラルデイノは、 パルマに保有権すべて買い取られる代わりにシェリッチは保有権すべてをエラスベローナに売却された。しかし、同2002から03シーズンのシェリッチは2部の舞台で出場することはなく、2002年8月31日に一部のブレシアカルチョへの期限付き移籍が決定した。2003から04シーズンになるとフロリアン・ミルタイと入れ替わる形でパルマへ期限付き移籍することとなり、 1999から2000シーズンに、エラスベローナで指導を受けた、チェーザレ・プランデッリ監督と再会を果たすこととなった。2004から05シーズンは、ヤープスタム、死に者、ミハイロビッチ、ジュゼッペ・ファバリ、フェルナンド・コート、パオロ・ネグロ、マッシュモ・オットと多くの有能な選手が去った、SS ラツオに期限付き遺跡。また、同時期の守備陣に、 セバスティアーのシビーリアとオスカルロペスガラツヨと契約した。ギリシャ、クロアチア、トルコ2005年6月30日に移籍金120万ユーロで、アルベルト・マレザーに監督率いるパナシナイコス FC と2年契約を締結。2008年6月2日に自由移籍で、ベシクタシュ JK とにプラス1年契約を締結するも、2009年1月にフルス、ハイルクスプリトへ復帰。 ハイドクでは、すぐさま定位置をつかみ、同2008から09シーズン終了まで11試合に出場した。2シーズン在籍後に、カルデミル・カラビュックスポルト契約した。1998年に、オーストラリア代表とクロアチア代表の2チームから誘いがあった末、クロアチアを選択。同年5月29日に、プーラでのスロバキア戦で、 クロアチア代表として初出場を飾る。1998FIFA ワールドカップ、2002FIFA ワールドカップ、2006FIFA ワールドカップと3大会連続で選出され、1998年大会では3位入賞を経験しているが、いずれの大会でも出番は訪れなかった。インテル、サネッティアルリアルパーセイドルフ、アクイスタタエルエーコンプリプライアーだ。 di アンソニーセリックコンプリプライアタエルヘラスリスカットマルコカセティクラウディフェアリシーレスタエールシタデラカルスヨーマーケイトコミュニケイトフィチャーレイラジオランドナインセリックセットフォーグリースアリウィーシードーズイットフォーパナシーナイコスオフィシャルベシクターシュエンゲージセリックフレンズビカムフォーズオンザワールズビッギストステージありがとうございます